ドロシー・ダ・ベンポートは、アメリカ合衆国の女優、脚本家、映画監督、映画プロデューサーである。後年ドロシー・リードと名乗り、ウォレス・リード夫人ともクレジットされた。1895年3月13日、マサチューセッツ州ボストンに生まれる。父母ともに、俳優のハリー・ダ・ベンポートとアリス・ダ・ベンポート、父方の祖父も、俳優のエドワード・ルーミーズ、ダ・ベンポート、父方のおばも、 女優のファニーダ・ベンポートである。3歳上のアネアン、1歳下の妹ケイトも後に女優となった。1910年には映画に出演し始め、D.W. グリフィス監督の a モー h a ーク』s a でインディアン役を演じたのが最も古い映画への出演記録である。その後、多くの短編西部劇に出演する。1913年10月13日、4歳年上の 俳優で映画監督のウォーレスリードと結婚する。ウォーレスもまた父ハルリードが映画監督兼俳優、母も女優である。当時、ドロシーはユニバーサルフィルムマニュファクチュアリングカンパニーに在籍し、同社参加のバイソンスタジオ等が量産する短編映画に出演している。1916年にはロイド・ B ・カールトンが監督し、 エモリー・ジョンソンと共演する短編に多く出演する中で同年にユニバーサル参加に設立されたブルーバード映画でカールトン監督エモリーとの共演でこの地紙をエーミラクル・オブラブに主演翌1917年にはアレン・ホルバー監督主演のニックダウンでホルバーの相手役を演じているこれらは一作を除いて日本でも公開された 同年6月18日には、長男のウォレス・リード・ジュニアを出産、同社を退社した。1920年には、奮闘の機会に出演して、映画界に復帰するが、本格的に復帰するのは、1923年1月18日、夫ウォーレスと死別した後である。同年、ドロシーダ・ベンポートの名を捨てて、ウォレス・リード夫人を名乗り、ジョン・グリフィス・レイ。 トーマス・ H ・インスの協力のもとに脚本を書き、初めて監督業に進出、セルフプロデュースした主演作、人類の破滅を発表する。1932年には、ジュニアが主演する映画ザ・レーシング・ストレインに原作をノンクレジットで提供している。1934年、自らの監督作ザ・ロード・ツール・インにノンクレジットで、出演したのを最後に女優をし、同年、 ザ・ウーマン・カンデマドを最後に、前後作で監督業からも撤退、プロデューサー業、脚本業に専念する。1935年前後から、筆名を、ドロシーリードと改めている。1941年以降、第二次世界大戦中は沈黙するが、1947年には、脚本家としての活動を再開し、バーナード・カーや、 アーサー・ルービンの監督作に脚本を提供した。1956年、アーサー・ルービン監督の最初の女セールスマンのダイアローグを監修したのを最後に引退した。1977年10月12日、カリフォルニア州ロサンゼルス郡ロサンゼルス市ウッドランドヒルズで死去した。満82歳没。同郡グレンデールにあるホレストローンメモリアルパークに眠る。 特筆以外はすべて出演作である。1910年から1915年の100の出演作に関しては短編映画が多く主なものに止めた。ありがとうございます。